Welcome back to Chaos and Friends. Today we're watching Attack on Titan Season 4, Episode 11. The episode is titled Deceiver. I just finished watching the last episode, so I'm just gonna hop straight into this one. Now, why would you fall for that?あの人はお前を心配してたぞ。悪魔を信じてどうするの。ガビとファルコの声が聞こえた。二人はどこだ。何してるの。こんな朝早くに。君たちどこから来たの。言いたくないです。私たち家が嫌でやっと逃げてこれて。そう、お腹空いたでしょ。近くに私の家があるからついてきて。君たちか。家でしたが、どうしたか使え。南方マーレの名前。はじめまして、僕たちは兄弟で、ベンとミアです。ブラス厩舎へよう来たね。何日でもおったらいいって。そしたらはよ、朝飯食わんと。イエガー氏が幽閉され、義勇兵が一斉に拘束されたとの噂がありますが、その真相は。なあ、ハンジさん、説明してくれ。状況が変わったんだよ。壁が開かれ、世界とつながり、情報の持つ意味が変わったんだ。辛い立場なのはわかるよ、ハンジさん。全てはエルディア国民みんなのためだ。エレンの情報を渡したのは君たちか。ホルガ、ビム、ルイーゼ、新兵の君たちとフロック。エレンを解放すべきだからです。彼は何も間違ったことをしていない。ここはミカサさんの入ったことのある棒ですか。え、違うけど。そうですか、残念です。巨人を人の力でねじ伏せたあなたを見て分かったのです。力が抜ければ何も守れない。私たちは理不尽な暴力と戦っていいのだと学んだのです。二人ともお昼にしよう。しかしカヤさんもですけど、ここで働いている人はみんな若いんですね。うん、ここにいる人は孤児だからね。女王の方針で行き場のない子供には支援があるから。罪を受け入れてないようですね。この島の民が世界に対して残虐非道の限りを尽くした歴史をお忘れですか。エルディア人一人一人がマーレではそう教えられてるの。何になってる身で何言ってんだよ。これは普遍的な歴史の話だから。今何て言いました。君たちはマーレから来たんでしょ。悪魔が正体を現した。おかしいと思ったんだ。 This girl is crazy. おい、バカかお前。ここ、私が住んでた村。4年前ここにも巨人が一体現れたの。その巨人を見て村の人はみんな逃げた。足の悪いお母さんを置き去りにして声が出なくなるまで叫んだからだと思う。 That's the girl from season 2. ミア、ベン、教えて。お母さんは一体何をしたの。何千年も世界中の人々を虐殺したからでしょ。でもお母さんはこの辺で生まれ育ったから、そんなひどいことはしてないと思う。4年前のパラディ島侵攻の目的は大攻勢を見据えての威力偵察でした。カヤさんのお母さんをそれに巻き込まれたんです。なさい。軍の情報を敵国に漏らして、それでなんで謝るの。それでカヤさんはその状況からどうやって助かったんですか。今の私より少し年上ぐらいのお姉ちゃんが薪割り用の斧を持って入ってきて巨人相手に戦ったの。そんな無茶だ。うん、結局お姉ちゃんは自分を盾にして巨人から私を逃がしてくれた。今度マーレの人が働いてるレストランに招かれてるの。そこにあなたたちを連れて行けばマーレに帰る方法が見つかるかもしれない。獣の巨人の死骸を調べた結果、爆破され粉々になったジークの体が部分的に見つかった。だが足りない。見つかる部位はどれも両腕両足のものだ。我々を欺くために自らを亡き者と装ったのだ。パラディと適正力と手を組み飛行船で逃げおせたと見ている。今から半年以内にパラディ島に世界連合軍による掃討作戦を行う。半年ですか。ファルコとガビの救出も半年後でしょうか。
ジークもそう考えるでしょう。大打撃を受けたマーレ軍はすぐさま攻勢に転じることはないと。今すぐにパラディ島を奇襲すべきです。兵団が権力に固執するあまりエレン・イェーガーを不当に拘束、兵団への疑念が加熱している。兵団は民衆の満足いく回答を何も言ってくれないしね。調査兵団の新兵、なんであの子たちが本部に。いえ、我々にとってエレンの持つ始祖はマーレを打ち砕く望みなのです。彼は我々が望んだ通りマーレに大損害を与えました。いえ、想像以上です。我々は歴史が変わる瞬間に立ち会っているのです。二人の兄弟によって世界は生まれ変わります。私はそれを彼らの近くで見ていたいだけなのです。すまない、10ヶ月前の鉄道開通式からこんなことになると。まったくですよ、皆でエルディアの未来を誓い合ったのに。何ですか。え、イエナがエレンと密会したことを認めた。本当ですか。本当に知らなかった。知りませんでしたよ。本当にイエレナについて知っていることは全て話すんだ、我々の今後のためにも。知っての通り、我々義勇兵を組織したのはイエレナです。最初は互いに疑心暗鬼になり、うまくまとまらなかった。その度に彼女は自ら手を汚すことでジークさんや組織への忠義を示してきました。寝食を共にした友であっても、このアクセデントダンス全て事故死として葬った。ハンジは相変わらず飛び回っているらしいな。はい、確かめないといけないことがあると。ああ、義勇兵一人連れ回すことを許可したが、君たちとエレンを面会させることはできない。現在は密会を企てた首謀者や関係者への調査が続いている。エレンは今回の発覚を受けて以降黙秘したままだ。それは、うん、何でもない。置き場に困ったものを先ほど新兵に運ばせたのだ。考えられるとしたら、平成剣はすでにエレンを見限っているのかもしれない。もしそうだとしたら、始祖の継承者選びも始まっている。あの部屋の会話を聞いてくる。待ってよミカサ、今兵器違反を犯しちゃまずいよ。何があっても私はエレンを。ヒチ、何があったの。いきなり総統の部屋が。総統は、俺たちの怒りが届いたんだ。今こそ戦う時だ。俺も戦うぞ。俺もそうだ。神聖エルディア帝国の怒りを戦うぞ。しかし僕とミカサは総統の部屋を訪れる前に本部から立ち去る新兵を見ました。調査兵団です。エレン・イェーガーが地下牢から脱走しました。一体何が起こっているの。ここにいる者以外にも俺たちの味方は兵団内に潜んでいる。ダリス・ザックレーを爆弾で吹き飛ばした者もいる。このエルディア帝国を救えるのはお前しかいない、エレン・イェーガー。奴らでは困るな。反兵団破壊工作組織イエーガー派と呼称しよう。そしてイエーガー派の目的は分かるか、ハンジ。ジークとエレンの接触を果たすことが全てだろう。それにイエーガー派はまだどの兵団にどれだけ潜んでいるかわからないだろう。そうだ、俺の目の前にいるかもしれない。今お前らが自爆しても不思議じゃない。どうやって証明する。それができない以上はお前ら調査兵団を野放しにしておくわけにはいかない。まさか総統を殺したエレンに協力するなんてな。まだエレンがやったと決まったわけじゃない。声が大きいぞミカさん。俺
俺たちはイエーガー派じゃねえのかって疑われてんだぞ。では全てはエレンとジークに委ねることに問題はないとお考えですか？いや、それは良くない。私たちはこれ以上無様に翻弄される前にジークの思惑を明らかにしよう。もちろん私の早とちりならそれでいいんだけど、彼女が守ったマーレ人捕虜の労働環境が怪しい。例えばレストランとか。こんなとこ初めてだ。俺も。兵団のやつら騒々しいな。Alright, so that was episode 11. This episode was pretty good. Basically, in this episode, we see that a couple of the survey corps and Flouch were leaking information to the news. And then we also see being able to escape the prison and being run into the girl from Andy was the third episode of season 2, Sasha. She takes them back to the little ranch and is where my Sasha's parents got me from. And basically, the girl Sasha saved basically found out that they are Marlians. Basically, the episode ends with the Marlians figuring out that Zeke isn't dead, that he defected to the aliens to help them. Basically, in 6 months, they're gonna have a global alliance come to Paradise Island together. Like, they're gonna launch an attack on Paradise Island. Mariner tells them they should do it quicker because he probably didn't plan for them to attack quickly. Like, it's just a mess, like, all around mess. Alright, so that was the episode. This episode was pretty good. Basically, in this episode, we see that Mariner's escape from jail. But